たったの10分であなたの健康をチェック。病院へ行くのは苦手ですか？今回の動画はそんな皆さんのための健康チェック。簡単かつスマートなテストでご自分の健康状態を見てみましょう。どのステップも1分足らずでできてしまう上に、皆さんの体の状態をチェックしてくれますよ。素早く簡単に楽しくやっていきましょう。チェック1、目。このテストはとても簡単。片方の目を閉じて画面から3から5歩下がってください。そう、今すぐに。1、2、3。そうしたら画面の円を見つめてください。どこかの線が他の線よりも濃く見えるかどうかに注意して5秒間そうしてみてください。どうでしょう、濃く見えた線はありましたか？もしあった場合は眼科へ。乱視の疑いがありますよ。チェック2、柔軟性。このテストは前屈運動。まず床の上に座ります。次に足を前にまっすぐ伸ばします。指先でつま先に触れるように前に伸ばします。10秒間やってみましょう。いいですね。簡単でしたか？体が硬くなってはいませんか？簡単にできたという人はまだまだ柔軟な体。難しかったという人はヨガやピラティス、水泳などで体の柔軟性を取り戻してみてはいかがでしょう。そのうち関節にも影響してきますよ。チェック3、心臓。まず5分、体を落ち着かせて座ります。手首に4本の指を当てます。脈を探します。1分間の拍動の回数を測定します。このテストは一度動画をポーズして行っても構いません。10歳以上の子供から大人の正常値は1分あたり60から100回と言われています。それ以上の場合もそれ以下の場合も血圧に異常がある可能性があります。もっとも自分一人での判断は控え、お医者さんに見てもらうようにしてくださいね。チェック4、指。グラス1杯に冷水を注ぎ、その中に指を30秒つけます。動画をポーズしてやってみてくださいね。指の色が白や青に変わる場合は循環器系に異常があるかもしれません。
急激な冷却またはストレスは末梢へ血液を送る血管の収縮を招きます。その結果、それらの部分に十分な血液が送られないため感覚が失われてしまいます。急激な温度変化は日頃から避けるようにしてくださいね。チェック5、呼吸器。マッチに火をつけ、それを持った手を自分の前方に伸ばします。鼻で深く息を吸い込み、口から息を吐いて火を消そうとしてみてください。何回のチャレンジで火を消すことができましたか？数回かかったという人は呼吸器系が弱っているかもしれません。これはタバコや運動不足、呼吸器系の慢性疾患が原因の可能性があります。一度お医者さんに会いに行くといいでしょう。チェック6、水分貯留。やり方は簡単。足の表側、裏側のどちらかを親指で強く押します。では始めてください。親指をどけても数秒へこみが残っている場合は、体に十分な水分が貯められていません。食事の塩分や加工食品の摂取を控えると良いでしょう。ではラスト、チェック7、甲状腺。目を閉じて両腕を前に伸ばします。指を横に広げます。誰かに頼んで紙を1枚手の上に乗せてもらいます。チャレンジしてみませんか？10秒でやってみましょう。動画をポーズしても構いませんよ。指に合わせて髪が震えるようであったら内分泌科医に相談するようにしてください。これらのテストは当然ご自身で診断を行うためのものではありません。チェックで発覚した症状はあらゆる病気の可能性があります。症状が発覚した場合は放っておくことなく、医師による正規の検査を受けるようにしてくださいね。体調のケアに余念のないあの人にも動画をシェアしてあげてくださいね。高評価ボタンとブライトサイドのチャンネル登録もお忘れなく。